ファイナルファンタジー14シャドーブリンガーズなんですけど、そこのまあ一番最後、ラスボスとこれから戦いに行くぞっていうシーンで、シャドーブリンガーズがバーンとかかるんですけど、日本語で申し訳ないですけど、どこまでも冒険は続いていくみたいな感じでこうガーンってこうプレイヤーがこうやってガーンってやる、あそこがやっぱあの作っててなんですけど、やっぱバーンっていう感じがすごいあったんで、それを5位に入れときますファイナルファンタジー10で、ムービーシーンなんですけど、スフィアボールのボールが海面をこう切り裂いてボールが進んでいくシーンがムービーシーンがあるんですけど、ロサンゼルスのユニバーサルスタジオの、ヒッチコックスタジオっていうところがあるんですけど、そこで 5.1 ちゃんのミックスをしてたんですね。そのフォーリーアーティストの第一人者って言われてるまあおっさんが来てですね、そのボールが水面をのスレスレをこう飛んでって、く音をそのヒッチコックスタジオの中で、もう映画館を丸ごとスタジオにしたスタジオなんですけど、そこでいきなりやり始めたんですね。ちょっと音が足りねえからちょっと今からやるわとか言ってマイクをベンって立てて、まあ、具体的に言うと風切りの音を口だけでやったんですけど、ヒュッ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 って僕できないですけど、それがむちゃくちゃうますぎて、僕のなんかなんだろう、ファイナルファンタジーとあんまり関係ないっちゃ関係ないですけども、その映画館のスクリーンにそのシーンがバーンってこう映し出された状態で、おっさんがパンツ一丁でヒュッヒュッってやってる絵が滑稽で滑稽でやったんですけど、パンツ一丁にはちゃんと理由があって、マイクを立てて、あらゆる音を録音するって言ったんですけど、あのマイクの感度がすごく高いんですね、フォーリーアーティストさんに向かってるマイクっていうのは。なんでかっていうと、こう動作音を全てマイク一つで撮るんで、すごく感度のいいマイクなので、ここが擦れる音ですらすぐ拾っちゃうんですよ。この擦れる音を発生させないためにはパンツ一丁になるしかないんです。同じシーンを思い浮かべる人も多いんじゃないかなと思うんですけども、ファイナルファンタジー6で、スーパーファミコンの電源を入れた直後のシーン、あそこからついついワンループ見てしまう、あのデモを、やっぱあの電源入れた瞬間になんかまがまがしいパイプオルガンの音がギャーギャーって流れてきて、あれは本当に当時僕いくつだったんだろう、ちょっともう覚えてないですけど、やっぱすごいあのショッキングというかびっくりしましたね。なのでそれが第3位です、はい。第2位は、どこのシーンというよりかは、プレイステーションで、ファイナルファンタジー7が発売されるっていうのが発表された時です。理由は簡単です。僕はセガっ子だったからです僕はこんな会社にスクエアニクスっていう会社に勤めてますけども、実は子供の時から大のセガっ子でした。なんでセガのゲームが大好きで、当然メガドライブも買ってるし持ってましたし、当然このバーチャファイター2を遊んでる、毎日遊んでるハードから FF が出るであろうと、思っていた矢先に、プレイステーションからファイナルファンタジー7が出ると聞いて大変ショックでした。なんでセガのハードに来ないんだっていう、僕はすごくショックでした。それが第2位です散々言っといてあれですけど、ごめんなさい、音楽関係なかったですね、すいません。いや、オッケーじゃあ第1位ということですけども、やっぱりそれはファイナルファンタジー14です。で特に、その1位の中でも自分の中でファイナルファンタジー14の中で一番こう音楽のインスピレーション、それから制作のインスピレーション、それからこのファイナルファンタジー14チームに居続けてるモチベーションというか、その根底に流れてるのは
エンドオブエラ、時代の終焉トレーラーっていうものになります。ファイナルファンタジー14は、1.0、まあ根性版って言われてる、まあバージョンですけども、そこで、まあ、大変なる失敗をしてしまい、プレイヤーさん、そしてパートナー企業さんとかに大変ご迷惑をかける結果になってしまいましたけども、絶対その 2.0 新生オールゼアで、復活してやる、絶対リボンしてやるぞっていうチーム一丸となって向かった目標に向かって、全力疾走でただただ走り抜けた、リベンジしてやる、絶対リボンしてやるぞっていうその気持ちを忘れないで、今も作る時に必ず思い出して作るようにしてる、その気持ちが あるからこれだけ大きくなれたのかな、大きなタイトルになっていたのかなっていうふうに、あの自分では思ってます。でやっぱりそこでプレイヤーさんから遊んで楽しいよっていうふうに普通に声かけられるっていうことも、あの時の気持ちがあったからここまで来たんだなっていうふうに思ってますし、やっぱりその気持ちは当時のプレイヤーさんも同じ気持ちを持ってたと思うんですね。でそのプレイヤーさんも今、現在なお遊んでいただけてる、継続的に遊んでいただけてるお客さんもたくさんいらっしゃるんで、本当に皆さんと共に作ってこれたっていう思いもすごく強いし、でそれもやっぱりあの時一緒にこう辛いね時を乗り越えて絶対に復活してやる、リボンしてやるぞっていうその強い気持ちが今でもその心に残り続けてるからやってこれたんだなっていうふうに思ってます。なのでこれからもファイナルファンタジー14はその力強い思いを忘れずに、これからもどんどんね楽しいゲーム、そしてたくさんのプレイヤーさんがきっと集う場所になっていくと思いますんで、皆さんどうぞよろしくお願いします。